香港チャンネル。質問が来ております。はい。日本代表が惜しくも、クロアチアに PK 戦の末敗れましたが、はい、その後にですね、ツイッターで、PK 下手みたいなハッシュタグがトレンドに上がったんですけど、でそこで PK は運だから仕方がないみたいな派と、いや PK は技術だという派が、論争を起こしてたんですが、この PK について運なのか技術だなのかみたいなところを香港さんどう思いますかと。ああ、もうさっき答えからこれ技術やで。PK は、運やないで、技術で、んで、やっぱり左上とか右上に思いっきりちゃんと打ったら、これキーパー取られんと思うで。コースを狙ってはね。技術やろ。だから思いっきり蹴って、あんまり一言入れたって、キャプテン翼じゃないけどな。技術やろ、それ。それ運って言うの。まあそうですね。クロアチアに止められたけど、あれデータ取られとってんやろ。日本の癖というか。そう。だからそんなんもあるのじゃ、やっぱり俺は、やっぱり技術、運って言うたら、違うと思うで。才能って言うんやったらわかるけどな。はいはい。まあそうですね。運って、思いません？まあそうですよ。嫌な予感してたもん。ちょっとあっさり蹴りすぎ。だからな、あれ、やっぱり他の国とか。見てると、ちょっと強いじゃないですか、シュートもやっぱり。強いのと、ほんで、なんか、わざと、こう、じらしたりとかな。やっぱり、ああいうとこの。テクニックみたいな。だから、あそこまで行ったら、運っていうか、言うか知らんけど、やっぱり、その一瞬一瞬の技術やと思いますけどね。で、それと、ハート。の強さ。メンタル。メンタル。わって。百発百中っていう選手は、おれへんと思うねんけども。しかし、運って言うたら、俺らが言うたらあかんわ。まあだから、サッカーファンの方たちは、いやもう PK なんて運だから仕方がないよね、という、まあまあ、諦めた。それは、同情心から出てきてるんちゃう？でも、それは自分らが改善していかなあかんことやから。俺何でもそうやと思うで。国のことも自分、ね、他国が口出ししても変われへんから、国民が変えていかなあかんっていうのとあるし。だけど、俺も PK やらせてもらいましたよ。昔。やっぱやってる時。ほんだら、反対のゴールを見て。まず蹴る前にね。ほんだらちっちゃいやん。はい。ちっちゃいの、ほんで今度、PK する方の、に向くやん。めちゃめちゃでかく見えんで。俺それやってから外したことないもん。っていうか、お前レベルが何言うとんねんで。そう、と思いますけども。それをやったら外せへんね。そうなんですね。だからもう PK もでも僕も技術やと思ってて、昔のガンバに出た遠藤さんって言ってた、ゴロゴロ PK みたいな。ね、ああいうのも技術かなと思うし。技術って何をもって運っていう、言わんとすることを分からんでもないけど。だから、キーパーが左か右かに飛ぶ方向にたまたま蹴ったから止められた、たまたま逆やったから入ったっていう運やっていう人が結構いてるんですよね。だけど、キーパーがあって、ボールを蹴った瞬間に動かなあかんのに、もう動いとるからな、線の、線から離れてあかんねん。はい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 。ゴールの そんなんもう言うたらキリないけども、俺は技術やと思うで。じゃあ右上狙うからって予告して打って、そこに思いっきり打った。止めれないですもんね。それ運かってんな、もう。その代わりキーパーはセンターから飛んでくれよ、と言わな。技術やと思いますけどね。PK 運やからなってよう言うたことあるよ。外したらこう、かわいそうやん。外した人間に、技術やから、技術やから。まあそこはね。お前技術やぞって。まあでも、その人が向上するためには、知った激励も大事じゃないですか。練習せよっていう。練習せよって。だから、常日頃から言うて、ほんでもう PK 戦になって外したらもうしゃあないわ。いうところ、ほんまに、ビビってもでポンって当ててまうわけ。置きに行ったみたいな感じに。まあそういうとこやと思うけどな。俺は、だからもうみんな、ね、でも、勝ててた試合、じゃあ PK にもう連れ込んだらあかん。
まあ、そ、まあ、そこはね、そうなんですよね。うん、そんなん言うたら、ほんなら PK っていうか、ほんなら勝った試合も、か、あの、運やとか言うの。ちゃうやろ。まぐれでも何でもないで、うん、あれは、あの、こういうスペインに対してこういう戦い方をしようというね。ね、うん。だから、あの、やはり野球で言うとあかんのかな。ノムさんがすごかったなとか思いますけどね、ノムさん。データ野球みたいな。データ野球。こんなもん。まあ、70から 80% データやって、うん。あとは何かって言ったら、その持ってる人の才能とか。うん、メンタルとかね、まあ、そういうのがあるからっていうところちゃうわな。うん。はい。皆さん、チャンネル登録よろしくお願いします。そして、いいねを押していただければ、また私も励みになりますので。